今日はなんかすごい様な、なんか光ってない なんか光ってないですか、すごい後ろが。なんでですか？あ、まだ黒い服着てるからかな。黒い服着てるとね、白飛び黒飛びどっちか分かんないけどしちゃうんですよ。暇してました。お、よかった、ありがとうございます。暇でいてくれて なんだ、何が正解ね。後ろの光すごいね。これ壁なんですけどね。なんでだろう、黒いからかな、服が。こんにちは。なんかすごいよね、まあ、なんかさ すごいスポットライト浴びてるみたいなんだけど、ありがたいよね。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。今日は前髪をき、あ、そう、今日ね、新しいリップを買ったんですよ、2つ。なんだっけ、普通のグロスじゃない、なんか普通のリップスティックっていうの、リップスティックじゃない、リップとなんかティントみたいなやつなんですけど、それをなんか買ったんですけど、それをね2つつけてみたんです。なんかオレンジ色でもちょっとね薄めな感じだった。普段マナがやってる時神々しいよね。わかる、マナ神になるかもしれない、めっちゃ光ってる、やばくない？そのうちマナ上飛んでくかも、こうやって そしたらもう泣かないでね、みんな。こんにちは。今日はなんかいきなり、最近すっぴんが多かったんですよ。ちょっと肌をね休めたいなと 思い、なので今ちょっとニキビないんですよ。だけどなんかみんなと話したいなと思って配信いきなりしてみたんですけど、多分まだ予告もしてないし、本当にいきなりだったから本当にね、少ないみんなとお話ししましょうっていう回です、今日は だから、あ、そう、あとネイルもやったんです。見える？なんかほんと光ってるんだけど、まだ飛び立っちゃうかな、見えますか？なんかこのベースのところが白色で、ここが水色のラメラメなんですよ。見える？ね、本当に光やめてほしい。なんでなんだ、って電気消したらこれさ、なんかさ真っ黒になっちゃうよね。まだなんかホラー配信みたいになっちゃうからさ。見えます？見える？どう？かわいい？かわいいですか？なんか今日の服装がさ、結構割とシンプルなんですよ。これ真っ黒のワンピース、メールに送ったんですけど、真っ黒のワンピースなんですけど、そう、だからこの服とめっちゃ似合う なんかめっちゃ派手な洋服を着てしまったらば似合わないかもしれないけど、なんかすごい派手だからね。もう派手でもないけどね。なんか今まで、あ、これ自分でやるやつなんですけど、ネイリストさんとかじゃなくて、でもネイリストさんのあのネイルって本当に素晴らしいじゃないですか。自分じゃできない感じのデザインがさ、をやってくれるじゃないですか。だからいつかはやってみたいなって思うんですけど やっぱさ、爪ね、可愛い方が気分も上がるしいいんですけど、一回やったら多分ずっとやらなきゃいけなくないじゃないですか。だからちょっとできる範囲では自分でやろうと思って、ちょっと新しい感じにしてみました 今までなんか一色をなんかドバッて全部に塗ってたんですけど、今回はなんか白のベースになんか上のところだけこうやって水色にしてみました。アイメイクいいね、ありがとうございます。アイメイクはでも、あ、でもちょっとね、今日はいつもはオレンジメイクだったんですけど、今日はねブラウンにしました。ブラウン、ネイルチャームはネイリスト、ネイルチャーム、あ、なんか宝石とかですか？水色に見えない、緑、本当水色ですよこれ。ちょっとなんか光ってるからかな、すごい光って、こうやったら爪なくなっちゃうもんね。こんにちは、今日はね、そう、いきなり配信です。今日どうですか 髪の毛、前髪は切って、横は切ってないんですけど、あ、ちょっと跳ねてる。そう、ちょっとでも伸びたよね、横の毛も。先月美容室行ったのいつだったかな。次ね、もうちょっと切ろうと思って、こんぐらい、これ、あ、でも顎よりはこれくらいかな、これくらい切りたいなって思う。どうですか 神々しい、あ、え、神々しい新潟市、え、半袖。でもね、なんか
結構さ、日差しとかってさ、なんか黒よりも白の方がいいみたいな感じじゃないですか。わかんないけど だけど黒の方がいいらしいんですよ。黒の方が日焼けしにくいらしくて。そう、これはザラのワンピースです。この前ネットで買った。なんかこのワンピースすごいね。白とか黒、まあこれ今黒着てるんですけど、白と黒と水色があるんですけど、なんか白はもうね、夏に全部売り切れちゃって、で黒もマナが欲しいなって思った時に売り切れてたんですよ。これ XS サイズのワンピースなんですけど、XS サイズのワンピースがなくって、でまだどうしても欲しくてね、なんか欲しいと思ったら絶対手に入れたい人間なので そう、もうずっと毎日再入荷するのを毎日見て、でもそしたら本当にその時にちょうどなんか XS サイズがあって、でマナが買った瞬間に多分売り切れちゃったのかな、わかんないけど、そうギリギリ買えて、そう店頭になかったんですよ。店頭になくて、なんかネットだったらあるかなと思って見たんですけど、なくて、久しぶりに配信見れた気がする、この時間の配信嬉しい。そう今日久しぶりにいきなりなんだけど配信してみようと思って そうみんなとお話ししたいなって思っちゃった 日傘も黒がいいらしいね。なんか外側が黒くて中が白い、あれどっちだっけ、外側が白くて中が黒いんだっけ、どっちか忘れちゃったけど、のやつが一番いいらしい、日陰 日傘は。でもまだね、今年なんか去年の春、去年じゃない、今年の春ぐらいからさ、まだ日傘さしてみたいって言ってたじゃないですか 一回もさしてないんですよね、結局今も一回もさしてない。今日もこれありがとう、目キラキラ、そう目キラキラメイクしてるよ、目キラキラしました。久しぶりにメイクしたんだよね だから最初さ、どうやなんかアイラインの引き方とかさ、一瞬忘れちゃってさ。こんばんは。あ、こんにちはか。こんにちは。ちょっと。っていう感じです。私は。皆さんはマナが配信していない間何をしていましたか？お仕事かな？こんにちは。カイリちゃんが買った傘どんな？あ、いや買ってたかもしれない、一緒に遊んだ時。なんかでもなんかね、柄がたくさん入って、なんか書かれてたやつだった気がする。柄がね、なんかすごいあった気がする。マナちゃんまた可愛くなって本当嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。珍しい。あ、でもこの時間珍しいよね。確かに。あ、そう、あと、配信では話してないかもしれないよね。この前ね、ときメッセで、単独コンサートと、ゆかさんの卒業コンサートがね、開催されるってね、発表されたんですけど、皆さん、10月30日、ね、どうなんだろう、観客ありって書いてありました。まだも詳しくは分かんないんですけど、もし観客ありってなってたら、ぜひ来てください。ねえ、ときメッセ、まだ、ときメッセで、そのコンサートっていうか、てかコンサートもしたことないんですよ。だから、そう、嬉しい。休み取ります。本当ですか？ありがとうございます。ときメッセ絶対来てください。ぜひぜひ。しかも、ゆかさんのね、卒業コンサートも夜にあるしね。お昼が単独コンサートでしたよね、確か。うわ、絶対まだ夜公演さ、感動する。する 感動する。そう、うちわとかも、うちわと、何でしたっけ？チケットホルダーみたいなのが、今、終わっちゃったのかな？受付。まだかな？あるので、ぜひ、見つける、もうどこにいても見つけるので ときメッセがどういうなんか席とかわかんないんですけど、もう一番上の一番端っこの方が、もしマナのね、うちわをこうやって振ってくれてたら、もうマナその方に向けて投げキスするぐらいマナは目がいいので ぜひ、
マナのうちわとかキーホルダー、チケットホルダーか、ぜひゲットしてください。トキメス行く新幹線と泊まるところを予約した。え、早い、早くもないか、でも9月だもん。わあ、でもそうだよね、なんか泊まるところだったりとか、そろそろ、そろそろでもないか、まだ大丈夫だろうけど、探さないとね。レス送ってくれ、もちろんもちろん、マナのなんかグッズとかサイリウムとか振ってくださってたらおもろい。バイトな、わあ頑張ってね、バイト、ファイティン、ファイティン。なのでサイリウムとか本当に目立つから、絶対。しかもなんかもう見渡せるじゃないですか、ときめすとか特に劇場公演以上にね、遠いところとかも全見えるし、サイリウム真っ暗の時とか。グッズ買ってチケット外れたらピエ、それはでもあの公演の時とかにこうやって見せてくださいマウント取ってくださいゲットしたんだよって、でも外れちゃったんだよってそしたら多分レスをねいっぱいくれると思う。マナも推し祭で応援します。嬉しい、推し祭、推し祭はまだ紫色だからめっちゃ目立つんですよ。そうだからぜひマナがそのなんだコンサートとかで出番の時とかがあったらぜひ振ってほしいですね。倍率高そう。だってNCT 自体も久しぶりなコンサートですよね。その、あの、TDC? 東京ディズニーシーになっちゃうかな、それ。東京ど、あ、合ってるか。TDC? 以来ですもんね。その時ってコロナ流行ってないよね。あれ?流行ってたっけ?こんにちは。ときめすも行きたいけど、劇場も行きたいな。ね、どっちもぜひ皆さん来てください。劇場公演も、ときめすも。ね、劇場公演は今度、今年じゃない今月は23かなぐらいにあるんですけど、あれってもう締め切っちゃったのかな、そのなんだっけ忘れちゃった、チケット、いいね。コンサートって絶対楽しいですよ。なんかまだコンサートとか見に行ったこともないので、まだ自分でその経験してみたいんですよね。いっぱいなんかコンサートとか、そう、でもなんか何でしたっけ、日本武道館の時とか本当にめっちゃ楽しかった。今日は負けでもいい披露させていただいた時なんですけど、そうあとじゃんけん大会の時とかもさ、結構なんかコンサートみたいな感じ。あ、コロナ前か。こんにちは。ギリ大丈夫だったんだね。そうだよね、多分一席ずつ空くのかな、多分ね。初めて劇場公演見た時はあの研究生公演でした。研究生公演、そうでした。先輩のコンサート最後サプライズ、いやなかった時さ悲しいじゃん。サプライズ、もしかしてまだ誕生日祝ってくれるかな過ぎ去った誕生日祝ってくださるかなまた進化して可愛すぎ、嬉しい、ありがとうございます。そんな今日は神々しい背景からお送りしてるんですけどありがとうございます。そんな嬉しい、なんかポケモンみたいな感じで褒めてくれてありがとうございます。あ、15分経ちました。トキメッセで生誕祭やばくない、マナめっちゃなんかさ壮大じゃないなんでマナだけ壮大なんてなるよね、ぶったたかれるこんにちは。先生募集かな、そうなのかな、まだ先輩になれるのかなどうなんだろうね、まだ後輩ができた想像つかないんだよね。後輩もう日本語もままならない先輩どうなんですよか
どうなんでしょうか ダメだこりゃ。でもどうなんだろうね、まだ第一印象っていうか、どうなんだろう、印象。こんにちは。わ、バラありがとうございます。後輩とすぐ仲良くなりたいもの。でもなんかさ、最初から慣れ慣れしく話しかけたらさ、ちょっとねえ、なんかめっちゃ話しかけてくるやんみたいな でもまだどうだ、割と自分から話しかけられないかもしれない。逆になんか話しかけてきてくれたら絶対に話せるんだけど、多分自分から話しかけないかも、あんまり。なんか「ヤッホー」とかしか 逆に怖いかな、なんか「ヤッホー」とか言ってさ、なんか多分みんなさ、これ食べなーとか言うと思うんですよ。だけどマナはもう自分が食べたいから、まず ヤッホーみたいな感じかな、マナ最初。どうなんだろう、マナってほんと想像つかないんだよね、自分に後輩ができた時とか。だってマナ、その部活の後輩とは仲良かったけど、別に部活以外の子、まあ仲いい子もいたけど、別にって感じだったんだよね、そんなに。ふるさまさんに憧れて応じておきましたって公平ができる子、もうそんな子ね、本当に一緒に住ませたいよね、一緒に 向こうから断られちゃうか、もう何かわい何なんていうの、もう赤ちゃんかのように 育てていきたい こんにちは。3期生は小学生、中学生がいいかも。そんな、もう妹じゃん、赤ちゃんじゃん。だって小学生とか今何年生まれですか？ゼロ、マナが00だから、わかんない 何歳？何歳ですか、小学生って。小学生とさ、喋る機会ないじゃん なんか、赤ちゃんとかはさ、姪っ子がいるから電話とかでできるけどさ そんな小学生とか、なんかいないもんね。いとこも別に小学生とかいないし。優しい先輩になりそうだお。それはそうだお。まなちゃんは優しい先輩だお。3期生行ったらあおちゃんも先輩。確かに。青とか先輩に。でもしっかりしてる。青ってしっかりしてるんですよ。だから多分、なんかその性格とか知ってくうちに、もう本当に大丈夫だと思う。先輩って感じになると思う。2011年生まれ。昨日生まれたばっかりじゃん。そんなに？大丈夫？本当に？マナは2000年生まれなんです。なんか本当にすごいね。怖っ 小学生怖いんだけど。こんにちは でもなんかいきなり始めたけど、すごいみんな見に来てくれて嬉しいな。やばくない？小学生何して遊ぶんだろうね。そういうさ、遊びとかも教わりたくない？ なんか何して遊ぶのって言って、ケイドロです。ケイドロって今遊ぶのかな、今の子わかんない でもさ、マナですら多分ジェネレーションギャップだよね、その小学生のこと。マナですらっていうか、マナがか、それはそう。だってマナが今サラとですらジェネレーションギャップの時があるんですよ。なんかなんだっけ、忘れちゃったけど、なんかね、ジェネレーションギャップだったんですよ。それで、みたいな、なんか話が通じなくて、マナだけめっちゃ盛り上がったの そういうところ、そういうことがあって、なんかもうそれ以来ね、小学生とか怖いもんね。でも今何やってるんだろうね、小学生。なんか外で遊んでるイメージあんまりなくない？マナ小学生の時とか毎日外で遊んでたんですよ。そのおかげで真っ黒 真っ黒、もう染みついちゃった、肌の奥底に。可愛いですね、ありがとうございます。今の小学生はむしろオンラインでの遊び入って、確かに。でも今さ、時期も時期だから、逆にオンラインとかさ、ゲームとかだよね。まあ、それじゃなくても、小学生なんか混ぜてるからさ、携帯とか持ってそうじゃないですか。ねえ、なんか小学生と LINE するの楽しそう やばいやばい、めっちゃおばさんじゃん。まだね、20歳ですか 来月20歳でした。これがもうなんかさ、平成通り越して大正ぐらいじゃん、これ。テーテロみたいな。
スマホのアプリいろいろ知ってる、確かに確かに。でもカメラアプリに関してはまだマウント取るからめっちゃ知ってるからなんかやっぱアイドルってさ、自撮りとかさ大切じゃないですか。だからなんか自撮りの仕方とか、なんかこうこの角度とかこうしたら盛れるよとか教えてあげたいあ、でも逆になんかさ、その素朴な感じを出したいよね、なんか下手くそな感じみたいな、ちょっと二重顎になっちゃったみたいなそれもそれで可愛い。頑張ってください、ありがとうございます。めっちゃ早口じゃないもんって今思ったけど、頑張ってください、おめでとうございます、頑張ってください、ありがとうございます。こういうところが怖いって言われるのかな。でも早口じゃないさ人って怖く感じるかな。普段から結構早口なんですよ、だから口喧嘩強そうってよく言われる令和のアイドル、令和のアイドルってまだ3歳とか4歳じゃないですか、わかんないけど、ね、リモート遊びどんなにしてるんだ。リモート遊びね、何すんだ、まだまだリモート遊びしたいな、小学生とね、それで距離縮まるんじゃない、入れば一周するから。え、わかる、なんかさ、なんだっけ、フレアパンツとかさ、なんかこういう足上がるズボンとか多分昭和の時に流行ってたらしいんですよね。なんか回ってきたりとか、ファッションとかね回ってますよね。すごいよね本当に人間って。でもしさ、マナがさ、その時代にもし何かの間違いで流行ったりしたら、マナさ、マナがさ、あのもうチーンってなってもさ流行り一周するのかななるかな。それを信じて生きていこうね、流行り一周するから。茨城は早口の人多い。え、本当？じゃあマナ、茨城の方早口多いのかな。コンサート楽しみね。コンサートめっちゃ楽しみですよね。でもまだなんかどういう曲やるとか本当に何も決まってないんですよ多分。まあ、決まってたとしてもなんかマナちゃんはまだ聞かされてないのでね。でも逆にそれもそれで楽しみ。リハーサルとかも大変だと思うけどめっちゃ楽しみ。みんなで、でもリハーサルの期間って本当にメンバーとさ、なんかより仲良くなれる期間でもあるんですよ、リハーサルって。なんかみんなで協力し合いながらさ、いいものを作ろうみたいな気持ちじゃないですか、コンサートって。だからよりなんかこう仲が深まる感じがしてめっちゃ好きなんですよね。そう、みんなで集まる時も増えるだろうし。でもその前に総踊りがありますもんね、もうちょっとで。来週？再来週？ぐらいしたね、総踊りがあるので。え、総踊りってオンラインなんですよね確か。じゃあそろそろ終わろうかな、壇上。13位、あつしさん、ありがとうございます。12位、川崎ゆうきさん、ありがとうございます。11位、シング SR さん、ありがとうございます。10位、けんぞうさん、ありがとうございます。9位、アザラシクジランさん、ありがとうございます。8位、リーさん、あれ変わった、もしかして。あ、変わりました、もう一度いきます13位、川崎ゆうきさん、ありがとうございます。12位、シング SR さん、ありがとうございます。11位、けんぞうさん、ありがとうございます。11位、箱押しさん、ありがとうございます。9位、アザラシクジランさん、ありがとうございます。8位、リーさん、ありがとうございます。7位、ジェイソンさん、待って、名前ちゃった、ジェイソンさん、ありがとうございます。6位、タムム48さん、ありがとうございます。5位、田中はやぶささん、ありがとうございます。4位、ヒンジさん、ありがとうございます。はい、ということで第3位はチャカ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 チャン、チャチャン、くにさんです。イエーイ、ありがとうございます。はい、続いて第2位は
チャカ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 チャンチャチャン、竹蔵さんです、イエーイ、ありがとうございます。はい、ということで本日の配信の第1位はチャカ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 チャチャン、イナポンさんです、イエーイ、ありがとうございました。皆さん、いきなりの配信だったんですけど、なんかもう見に来てくれる人5人、10人20人30人ぐらいかなと思ったらね、見に来てくださって優しい皆さんありがとうございました。でもこれ通知いくのか。じゃあということで、明日じゃない、今日の配信はそろそろ終わりたいと思います。皆さんメールも送るので返信お願いしますね。あ、スクショしてない、はい、神々しいからちょっとさ、紙っぽいさ、スクショ、はい、撮れたでしょうか。ということで配信終わりたいと思います。ありがとうございました。いきなりだったんですけど、もしかしたらこれからもいきなり始まるかもしれないので、あのフォローとかインスタグラム、ツイッターとかもフォローしてください。バイバーイ、またねー。すごいの撮れた、本当、バイバーイ。